はい、皆さん、気になるあの子と今は友達、でもいつかは男女の関係になりたいって思いませんか？ね、そうですよね。気になるね、お相手女性がいてね、だからこそね、その子とね、お付き合いをしたい。だからその子のね、もう好きなものだとかをね、プレゼントしたいとかね、ご飯やデートはね、毎回おごってね、お話はちゃんと聞いてる。なのになんかずーっと友達止まり、全然なんか好意を示してくれない。はい、そうなんですよね。女性というのはですね、基本的に恋愛対象の男性、そして友人の男性というのをはっきりと区別しております。そしてそれはですね、もうね、出会った瞬間の時からね、はっきりとね、カテゴライズしてるんですよ。いやー、じゃあそうだったらね、俺はね、友人にカテゴライズされてるからね、俺はもう一生無理なのか。はい、大丈夫でございます。この友人カテゴライズされているあなたでもですね、この恋愛対象の男性に移行できる方法というものがございますので、本日はそちらをお伝えしていこうと思います。また私の公式メルマガに登録していただけると、 YouTube 非公開の性のテクニック情報やメルマガ会員様限定のお知らせやイベントをいち早くお届けいたしますので、よければ登録してみてください。それでは本日もよろしくお願いいたします。それではまず、友達止まりではなく恋愛対象になる3つの方法というものがあるので、1つずつ解説していきます。まず1つ目が、精神的経済的自立をアピールするですね。女性というのはですね、お付き合いをする男性っていうのは、将来の結婚までできるかっていうビジョンまで想像をして付き合います。これは何でかって言いますと、私たちの本能レベルですね、子孫繁栄の観点から、女性は妊娠出産、そして自分の子供を育児をしなければいけない。だからその間はですね、養ってくれる、ちゃんとご飯を与えてくれる男性っていうものを本能レベルで求めてます。なので女性がですね、付き合う男性っていうのは、この人はしっかりと私のこと最後まで面倒を見てくれてるのかっていうのをね、もう本能レベルでね、無意識でね、察知をしているんですよね。なのでですね、例えば実家に住んでいる男性なのかね、俺ね、母ちゃんがね、全部ね、洗濯物畳んでくれてるから家事とかしないとかとか、そういうのはマジで、あ、この人はちょっと自立してないんだって思われてしまうんですよね。で、そうするとですね、一生友達止まりで、恋愛のこのカテゴライズにはいけなくなってしまいます。でね、別に私ね、これ実家暮らしの方を否定してるわけではないですよ。実家暮らしの方もね、いろんな理由があるとは思うんですよ。でもそれをあえて、俺実家住んでるからってアピールはしなくてもいいというお話です。で、しかもね、そのね、実家に住んでる理由もね、楽だからとかね、あ、もう地元この辺だからとかね、家賃払うのもったいないしとか、だからそういうアピールはあえてしなくて OK です。経済的余裕感を見せてあげるっていうのはね、ものすごく大事なんですけれども、これ何もね、今ね、収入が高いだとかね、貯金額がね、いっぱいありますよっていうことではないんですよね。しっかりと自分のですね、お仕事に対してのやりがいだとか、そういう将来のね、目標だとかっていうビジョンをしっかりと相手の女性に伝えてあげてください。俺ね、今の仕事ね、こういうところがね、めっちゃ好きでね、やりがい感じてるんだ、将来はだからね、こういうことできたらいいんだよねっていうのが、この人自立してるな、将来の見込みものすごくあるな、私のこと養ってくれるなって、はい、女性は本能レベルで察知して魅力的って思ってくれますね。なので、精神的、そして経済的な自立っていうところを見せてあげましょう。そして二つ目が、ハグをしてもいいなと思える清潔感を身につけるです。話す分にはね、いいんだけどね、楽しいんだけどね、ちゃんとハグはいいやっていうね、男性は一生この友人カテゴライズされてしまうんですよね。これなんでかって言いますと、女性っていうのは五感がものすごく鋭いんです。なんで五感からですね、この人なんかちょっとハグはちょっと気持ち悪いやって思われてしまう男性はね、結構多いんですよね。で、それがね、一番の原因がこの清潔感なんですね。なのでね、口臭だとかね、体臭だとかね、服がヨレヨレだとか、なんかこの辺にフケがついてるだとかね、そういう男性とはハグは
いいやって思いますよね。でもちろんね、この動画を見てくれてるねあなたならね、まあ、そういう清潔感はねもうご存知じゃないですか。そんなことしませんよね。でただですね、意外なね重要なポイントっていうものがですね、それがですね、歯の綺麗さと体毛がないというところなんですよね。まあ歯の綺麗さで言ったらね、もうもちろんね歯がヤニだらけだとかね、前歯がないだとかで、もちろんそれは論外なんですけれども、歯並びですね、歯並びが綺麗かどうかって結構ね女性ね五感が鋭いので、歯並びはねちょっとね悪い人だと、あーまあいいかなって思ってしまうんですね。あと体毛のなさもですね、なんかこの辺でもじゃもじゃもじゃとかしたりだとか、おひげとかもね武将ひげはダメですけれども、ちょっとひげがあると、あーこの人たちとハグとかキスとかはいいかな、なんか嫌だみたいなふうに思ってしまうんですね。で私別にね歯並びが悪いだとか体毛が濃いだとかをね否定してるわけではないですよ。それはその人のね個性ですからね、別にいいんですけれども、この友人カテゴライズから脱出をしたいというのであったら、女性は五感がちょっとね鋭いから、もしかするとそこが結構な要因になっているかもしれないという形です。考えられるねリスクをね全部ね潰すとしたらね、歯並びは綺麗な方がいいですし、体毛はねない方が清潔感が全然違うんですよね。そういうところも頭に押さえておいてください。この清潔感めちゃめちゃ大事です。そして最後3つ目が、気になる女性だけ特別扱いをするですね。もちろんね優しい男性っていうのはねものすごくマストで必須条件なんですけども、これねみんなに優しいと、みんなに同じことしてるんだよねみたいな風に思われてしまうんですね。大事なのは特別扱いだけです。私にだけ優しいのっていうのが、女性からしたらこの人私のこと特別扱いしてて、私のこと一生大事にしてくれるんだ、じゃあ恋愛対象にってなるんですね。なんで特別扱いをするっていうのは一番ね有効的な方法って言ったらプレゼントですね。でこのプレゼントもね、あ俺ねよくねプレゼントあげるの大好きなんだよね、お土産行ったらもうみんなに配っちゃうとか、あそういうのあえて言わないでください。例えばね気になるね女性にですねボディクリームあげるとするじゃないですか。そしたらねちょっとねこういう言葉を声かけてあげてください。いや俺ねボディクリームとかね女の子にこういうプレゼントするのね初めてなんだよね、もうねお店行ってどの匂いがいいのかねすごい迷っちゃったよ、まるまるちゃんはどういう香りがするのかねめっちゃ迷っちゃってね、もう店員さんにも聞いちゃってちょっと恥ずかしかったけど初めてこんなプレゼント買った、どうぞみたいな感じですよね。そうすると私のためにこんなに選んでくれてるの、しかもプレゼント普段はあげないのねってなるんですよね。でこんな感じでね、あなたにはすごく優しくしてますよっていうところの特別扱いをさせてあげましょう。以上この3つですね、精神的経済的な自立をする、そしてハグしてもいいような清潔感を身につける、そしてその相手の女性だけの特別扱いをするというこの3つをやっていただくと、友人カテゴライズからこちらにね全然いけますよね。ぜひやってみてください。でねこの動画を見てくれてる人はねとてもね女性のことをね考えてねとっても優しい人だと思います。これものすごく素晴らしいことです。ただね私ね最後にね皆さんにね伝えたいのが、優しい人といい人っていうのは違うんですよ。いい人っていうのは言ってしまえば都合のいい人になってるんですよね。でこの都合のいい人っていうのは人に都合よく扱われて人から大切にされない人なんです。で私はね皆さんにねこんなね都合のいい人、人から大切にされないねような人にはなってほしくないんです。でなんでねこうやってね都合のいい人に、ね、なってしまうのかっていうと、自分のね意見だとかね意思だとかね言わずにねいつもね他人の顔色ばかり伺って生活をしているからです。そうすると人からはこの人都合がいいからいつもなんか答えてくれるから都合よく扱えばいいんだって、ね、大切にされないんですよね。私も昔そうでした。他人の目ばっか伺ってね、他人から嫌われたくないからってね、でも他人からなんか言われたこともね、うんいいよいいよなんてねイエスマンばっかして、自分の意思だとかも何も持たずに常にね他人任せ他人重視でね他人の人生を生きてました。そうするとどうなるかというとね、こんなに他人に尽くしてるのに全然大事にされないんですよ。めちゃめちゃ都合のいいようにね扱われておりました。前付き合ってね男性なんかひどかったですよ。いきなりね夜中にね電話かかってきてね、もしもしなんて言ったらね、俺さばあちゃんが死んじゃってさ今葬式代が欲しいんだよね、40万今から持ってきてなんてね言われてね、あ分かった今から行くよ、だって嫌われたくないもんってね、タクシー乗ってその人のねお家まで行ってね40万渡したかね。で結果的にですよ、そいつからね捨てられました。あなんて都合のいい女なんだ、
さ、こんなのになってしまうんですよね。でもね、当時の私はね、こんなにも尽くしたのに、なんで私こんな目に遭わなきゃいけないのって思ったら、それはですね、自分がですね、ちゃんと自分自身を大切にしなかったからなんですよね。自分で自分のことを大切にしてないと、人から都合よく扱われてしまいます。で、逆にね、人からね、大切にされるっていう人は、自分の価値、そして自分の強みをしっかりと知っていて、それを他人に与えられる人なんですよね。つまり大事なのは、自分の不得意なこと、人に貢献できないことは断る勇気を持ってください。もちろんね、自分のね、範囲以外のことでもね、なんか頼まれてね、でもこの人のためならってね、思う気持ちがあるなら、それはやってもいいと思います。それでね、相手を喜ばせるためにね、どうしようかななんて勉強しながらね、それで与えるんだったらね、それは不得意から得意なのでやってもいいかもしれないけど、いや、そうでもないんだよな、別にこの人のためには別にそこまでの労力使いたくないんだよね、だってそもそも自分それがあんま嫌いだし不得意だしって思ったら、それは断ってください。悲しいけどね、質のないものを相手に提供したところでね、相手も自分も不幸になるだけなんです。なのでね、お仕事とかでもね、なんかね、自分がね、不得意だなーだとかね、これは自分のね、範囲外のことだなって思ったら、断る勇気を持ってください。自分が得意なことでしっかりとそこのパフォーマンスを上げるところに一点集中をしてください。飲み会だとかね、なんか自分がね、そんなに乗り気じゃないねものにね、誘われたらね、断ってください。理解って勉強しろ。自分の得意なところをね、どんどん伸ばして、そこで人に与えられる、そっちにね、時間とエネルギーを使ってください。自分が嫌なこと、乗り気じゃないことは断っていきましょう。じゃないとね、一生都合よく扱われてしまうんです。で、私ね、なんでね、今ねこの話をね、こんなね、熱意持って言ってるかというと、これが結局ね、モテるモテないにすごい関わるんですよね。都合のいい人になってね、仕事でもね、いろいろ振られてね、あー、なんかストレス溜まるだとかね、疲労感マックスで、そんな生活を送ってたらね、気になる女性にね、会った時もね、ついね、ポロってね、仕事の愚痴を言ったりだとかね、不平不満を言ったりだとか、それが結局相手の女性にとっては、あ、この人なんてネガティブなんだ、この人仕事嫌いなんだ、経済的にあんまり自立ないな、将来の見込みないなって思って、それが結局モテないに繋がってしまうんです。だったらですよ、しっかりとね、お仕事もちゃんとね、自分のね、得意なことだけを活かせるように、自分の範囲外なことはしっかりと断って、自分の仕事のやりがいだとかね、そういったところをしっかりと身につけて、そこでしっかりと実績を上げて、パフォーマンスを上げて、そうしたらね、お給料だって上がりますよね。やりがいがあったらね、将来のビジョンだとかもどん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 見えてきますよね。そうしたらね、前向きな行動になって、それをね、相手の女性にね、僕は今のこの仕事大好きなんだ、こういう風にやりたいんだって言ったらね、あー、なんでこの人は経済的にも精神的にも自立してるんだろう、将来の見込みありってね、思うんですよね。そして自分の軸がある男性っていうのは、やっぱり人からもね、魅力的に見えます。なのでしっかりね、自分の価値、自分の得意なことっていうのをね、今一度しっかりと考えてください。そしてそこだけに一点集中して、それに対して相手を喜ばせられる自分のスキルを磨いていきましょうね。自分のね、価値っていうとね、ちょっとね、難しいかもしれないですけれども、これは自分がね、好きなことで人に与えられるほどの余裕があるもので考えていただいて OK です。そしてそれが人が喜ぶものだったら、十分すぎる価値になります。そして私はこの動画を見てる皆さんは十分価値のある人です。なんでかって言ったら、こうやってね、生徒女性を学ぶ、めちゃめちゃ優しいじゃないですか。人に思いやりを持ってこうして学ぶあなたはもう十分ね、素敵な価値のある人です。だからこそ、その強みを生かしてね、自分のやりたいことに一点集中して、他者を喜ばせてあげましょう。そして自分の不得意だ、嫌だなって思うことは、ちゃんと断る勇気を持ってください。そうやってちゃんと自分の価値を知って、断れる人間っていうのは、人から大切に扱われます。軸があるなって思います。そうすると、都合のいい人から、優しい人、親切な人、できる人になって、女性から好かれる、恋愛対象になって、全然いける、カテゴライズされる男性になりますのでね、ぜひこちらをね、押さえていただければと思います。私はですね、自分の価値を知ってね、自分が嫌だなって思うことはね、ちゃんときっぱりと断るようになってから、人から本当に大切にされるようになりました。もう私なんかひどいですよ、飲み会とか一切行かないですからね。なんでかって言ったら、私はお家に帰って読書をしてる時間が好きなんです。一人の時間を大切にしてるんです。なのでね、あるね、一定数の人がね、あ、この人ね、人付き合い悪いなってね、思われるかもしれないけど、すぐさまお家に帰ってね、読書をしてね、その身につけた知識をね、こうしてね、X だとか YouTube だとかね、セミナー
アでね伝える、そしてそれで人を喜ばせる、それがもう自分の価値になって、それが多くの人に感謝をされてる、そうすると大切にされるんですよ。ここに私はようやく気づきました。なので私もそうですけども、もう皆さんイエスマンするのをやめましょう。自分勝手に行きましょう。自分の得意なことで相手を喜ばせる、そのスキルを磨いていきましょう。これが恋愛対象に行く男性、そして人から好かれる、人を魅了する大切にされる男性の作り方です。これからも女性心理に基づいた、女性が本当に求めているもの、そして皆様が自分に自信をつける方法をお届けいたしますので、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。それでは皆様、次回の動画まで、自分の価値、自分を大切にして女性からモテましょう。